レオライオンズ、レオライオンズがかわしますが、その前でしょうか、山崎のファールがあります。山崎のファール、ちょっとモーションに入っていたということ、レオライオンズのところ狙っていた野口、さあゴール下空いているが杉本行く、渡して大塚だ、決まりました、杉本ナイスディフェンスで守りました。杉本から小林インサイドへ、フェイントエリア内、ロコソラベネル、これで同点、さあ再び同点、杉本からコービーパラス、ラベネルへ、ラベネル仕掛ける、ラベネル、ラベネル、エンドワン、ユーロステップでかわします。ボンズのファールになります。ボンズのファールは2つ目、ヘディング、山本からヘディング、ピックに行ったところ使わない、ヘディング、フローターです。リードを広げたいアルティリッチバ、杉本、ライオンズエルボーの位置でアシュリーに合わせた、アシュリースピンで決めていきました。よくボールが回っているラベネル、浮いたか健太がつく、マッチアップは浮いたか健太がここをかいくぐってきた、イヴァン・ラベネル逆転に成功した長崎ですが、アルティリッチバはどう止める、ラベネル、ラベネル合わせてブロックハンドダンク、ブランドン・アシュリー、キックに行くのはライオンズ、ボビーパラス中へ入れてきた、ブランドン・アシュリーファンブルしているが、さあここはうまくファウルを誘って決めました、ブランドン・アシュリー爪のファウルになります。さあここは少し気をつけていきたい、もう一度外へパラスが入ってきた、パラス預けてファールをもらって決めた、レオン・ライオンされました。よく見ていました、パラス、これで79点目ということになります。さあ高平です、高平ワンオンワンいくか、ラベネルを外して山崎のスリー、コーナーから決まりました、ここは来ない、高平スピードでいく、高平間を割ってきてエンドワン、大きなプレー。さあ今のファールですが、アルティリッチはどちらだったんでしょうか、山本だ、山本、ウィタカへ、ウィタカのスリー、ここでウィタカ健太来ました、高平が行きます、高平まだ行く、杉本が止める、ここでタイムアップの笛、